ウェイン・レベル・ケージは、アメリカ合衆国ルイジアナ州、モンロー出身の元プロ野球選手。左投げ左打。ラストン高か,から1971年、クリーブランド・インディアンス・ドラフト3巡目入団。1981年、阪急ブレイブス入団。1982年、退団。1981年、阪急が長打力不足。 解消を狙い獲得。パシフィックリーグ4位となる31ホーマー、チーム2位の74打点を記録し半球の得点力不足を解消した一方で、三振数はリーグワースト、打率も弓岡圭二郎に次いでリーグワースト2位と低迷する。一方で、守備面では22試合で1塁につき、守備の苦手な加藤英二の負担を多少は軽減させた。 1982年は111試合で一塁を守り、パリーグ2位となる31ホーマー、チーム2位の72打点を記録するが前年に続き、三振数はリーグワースト、打率もワースト3位。加藤岳、ボビー・マルカーの、島谷金次と長年チームを支えた主力が低打率に、あえぎ苦戦を強いられたこともあり、長打力より確実性のある打撃を求める球団の、 方針によりこの年で解雇となった。半球対談後はメキシカンリーグで2年間プレーし引退した。ありがとうございます。